はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日挑みますチャレンジメニューも目の前に来ておりますが、三田製麺所さんというもうね、みんなの街にもよくあるラーメン好きでなくてもね、知っている有名店さんがですね、今年15周年を迎えるそうでして、その周年を記念したデカ盛りチャレンジ、挑ませていただけることになりました。このチャレンジメニューなんですけれども、 SNS 等で活動しているクリエイターさん限定のチャレンジメニューとなっておりますが、チャレンジ料金が1万円で、量なんですけれども、なんと5キロ、しかも15人前の麺がございます。見えてますか？とんでもない量でございます。で、本日のこのチャレンジメニューですね、制限時間が45分ということで、割とね、漬け汁3種類いただいておりまして、いろいろとお話をしたいところではございますが、せっかくのチャレンジメニューということで、本日は全力で挑んでいこうと思います。じゃあもし何かよろしければなんですけど、3秒前とかから掛け声いただいても大丈夫ですか？はい、お願いします。では参ります。はい、3、2、1。ありがとうございます。じゃあいただきます。よっしゃ。今回ね、通常の漬け汁、特濃の漬け汁、タイ塩の3種類いただいてまして、ただその前に麺からですね。うわ、三田製麺所さんといえばこの太麺ですから、うまっ、超もちもち、麺もね、しっかり香り強いし甘みも強いしで、これ十分美味しいんですけど、せっかくなんでね、まずこの通常の、ね、豚骨魚介の漬け汁からですね。うわ、こんな感じでございます。うまいね。漬け汁がもうとにかくうまいな。カツオ系の甘みっていうのかな、しっかり詰まって、でこの濃厚な漬け汁と麺と、うん、まいのよね、うまい。ごめんなさい、結構チャレンジなのでがっつりとやってるつもりではあるんですけど、半分やっぱ楽しんでますね。うまい。ということで、ただいまですね、1杯漬け汁完食ですね。そしたら1杯目は通常の漬け汁いただきましたので、続いてこの15周年記念に販売されるという特濃の漬け汁でございます。これが通常とどう変わるかなんですけど、この濃厚さすごいね。ベースはね、もちろん近いものだとは思うんですけれども、食べてみると全然別物です。この絡み方はもちろんなんですけど、濃さがもうとにかく全然違う。
で、これ濃い分漬け汁も飽きないようになるのか、さっきとは違ってね、ちょっと酸味が強くかかってる感じなので、こんだけ濃いんですけど全然飽きが来ないですね。そしたら特濃の漬け汁も多分この麺で最後ですね。ということで、ただいまこちら2杯目の特濃の漬け汁を完食させていただきました。いただいた3種の漬け汁、最後ですねこの鯛塩をいただきつつ、すいません漬け汁のおかわりもお願いします。そしたら本日唯一、いわゆるチンタンと呼ばれるね、こういう透明なスープですね。こちら鯛塩はこんな感じでございます。うん、あ、ここに来てのあっさり、うまっ。追加もいただいちゃいます。ありがとうございます。これ僕三田製麺所さんでこのチンタン系の漬け汁初めて食べたんですけど、めちゃくちゃうまいっすね。これ三田さんイコールこのトンギョの漬け麺みたいなイメージがあるので、頼まれない方も多いと思うんですけど、これ一回これ食べてみてください。レギュラーのねこのトンギョの濃厚漬け汁にも負けないぐらい個人的には好きです。今回のチャレンジ5キロといえどもですね、この漬け汁をもちろんおかわりすればどんどん量も増えるし、何よりもこのつけ麺っていうのはもう時間が経てば経つほどお腹で膨れてくるんで、結構お腹溜まってきますね。相当食べたやつもなんですけど、これ麺丼が減ってるのか減ってないのか全然わかんないわ。
そしたらただいまですね、こちら3杯目の大正の漬け汁も完食させていただきましたので、こっからおかわりゾーンでございますね。でもなんだかんだよ、開始したから20分経ってんのか。これどう思います？結構際どくない？ただいまですね、こちら4杯目の漬け汁をしっかり完食させていただきまして、多分だけど2種類の漬け汁分麺は残っておりませんので、特濃もね行きたいんだけど、せっかく締めですから、もうさっぱりと大正で締めていきたいと思います。ただいまこちらですね、麺入ったこの麺丼の方は全て取り分けました。残りはこの漬け汁に入っている麺のみですね。これを完食したらクリアです。ごちそうさまでした。ふぅー、ってことでただいまですね、チャレンジ終了しまして、残りの時間が8分32秒ということで、36分と28秒という結果でございました。
改めてごちそうでした。ということでですね、本日はこちら三田製麺所さん15周年記念に開催されたこのデカ盛りのチャレンジメニューに挑んできました。通常のねつけ麺の他にも特濃つけ麺やこの大正つけ麺いただいたんですけれども、僕自身もですね通常のつけ汁で辛いものが好きなので、限定で以前販売されていた灼熱つけ麺なんかは食べたことあるんですけれども、このチンタンはもちろん初めてですし、特濃なんかもね今回この記念として販売される新メニューですので、初体験もこのチャレンジメニューの中で多かったんですけど、めちゃくちゃうまかったです。これメニュー表見てみますと、この新商品そしてレギュラーメニューのつけ麺の他にもですね、唐揚げだったりとかポテト、枝豆で味玉とメンマなんかの一品もございまして、アルコールのね提供している店舗さんももちろんございます。ご飯のみならずですね、まあ、お酒と一緒にこうあてをつまみながらね、締めにこの特濃であったりとか大正つけ麺なんかを食べて帰るのも最高なんじゃないかと思いますので、気になった方はですねこちらの三田製麺所さんで美味しいつけ麺一品もの食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回のチャレンジメニューですね、成功報酬が生麺15キロあるということなので、しっかりとですね成功報酬郵送してもらって自宅で楽しもうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。